今の生活を飛躍的に変えたいあなたへ。皆さんこんにちは、こんばんは。仮想通貨インフォメーションの二の舞と申します。皆さんに仮想通貨だけでなく投資関係全般の最も稼げる旬な情報をご案内したくて YouTube を始めることといたしました。働くだけで何も手にできない人生に意味はないと思っている方、日々の暮らしに価値を見出したいと思っている方、ぜひ私の動画で投資を始めてみてください。私の動画では主に投資初心者の方、これから投資を勉強したいなと思っている方に向けて配信していこうと思っておりますので、最後までご覧いただけたらとても嬉しいです。はい、まずですね、私の、簡単な自己紹介なんですけれども、投資家としてのね、歴は5年です。今でこそ余裕のある生活をしている私ですが、3年前まではキャバクラでボーイをしながら少しずつね、投資の勉強をしていったわけですが、やり方がわからないばっかりにかなり痛い目に遭いました。これを見ていただいている皆さんにはそんな思いをしてほしくないので、みんなで夢のある暮らしを手に入れましょう。動画は、私もね、初心者ですので、拙い部分もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。そもそも仮想通貨とは何か、皆さんが思い浮かべるのはビットコインですよね。しかしビットコインは、仮想通貨の一つでしかありません。現在仮想通貨のですね、種類としましては2000種類以上あります。ビットコイン以外の、通貨をアルトコインと呼びますね。そのアルトコインの中でも知名度が低く、価値も低いコインのことを草コインと言います。そのですね、草コインの中には10万倍にも超えるようなね、高騰を見せる、コインも混じってますね。ただ、初めて間もない方たちがそこに手を出しても勝てる保証は何もありません。今回はアルトコインの中でもメジャーコインと言われてね、メジャーなコインですね、をご紹介していきたいと思っています。その中で、今回は IOST というコインをですね、について触れていきたいと思います。国内大手仮想通貨取引所の、コインチェックという取引所があるんですけれども、そこにね、上場しています。よく CM も流れていますね。格闘家の、朝倉未来さんも、IOST で儲けてますね。時価総額1000億を超えるコインです。今回、この IOST を、触れたのかといいますとですね、アルトコインの中でもこれから有望だと思うからですね。なぜか、それは、IOST が、開発されてからまだ3年程度しか経過しておらず、日本国内での知名度もまだまだ高いとは言えません。現状は少し不安定な数値を示していますが、日本ブロックチェーン協会に、加盟するなど、日本にですね、目を向けた活動が目立つんですよね。日本ブロックチェーン協会 JBA は日本の有名企業がつながるすごい団体なんですよ。国内市場にも上場を果たしましたし、IOST が、広く知れ渡れば価格にも期待できるでしょう。はい、こちらですね、直近、24時間のですね、 IOST の、チャートになります。一気にですね、ちょっと下降線の方に、入ってきましたけれども、こちらですね、逆にチャンスと言える部分になりますので、また爆上げという形でですね、上がってくる可能性、十分にあります。今後の推移に期待したいと思っております。今後仮想通貨は種類もどんどん増え、価値も狂ったように上がっていき、日本でもさらに人気が出てくることでしょう。その波に乗らない手はないと思います。乗り遅れて損するのはあなたです。ほんのちょっとの行動と情報で人生は劇的に変わってきます。みんなでいい波に乗ってセレブな生活を手に入れましょう。はい、こんな感じで、これからも投資関係の動画を配信していきますので、よろしくお願いいたします。今後の動画配信のモチベーションになりますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。